今日さ、そのなんかさ、あの韓国着いてさ、その韓国の街歩いとったわけよ、ベーってね。で、こうなんか、うわ、どんな感じとかな、あんな感じ、こんな感じって歩いとって。で、そしたら、やっぱ韓国って日本人めちゃくちゃいっぱいおるけん。で、こう日本人の人にさ、わーってね、ペセンさんですかって声かけられとって、ああ、こんにちは、みたいな。いつもお世話になってますって話をしよったわけよね。そう。したら、銀太が周りの韓国人見ながら、やっぱ韓国人はスタイル良くてめちゃくちゃいいねって言いよって、気まずい今、あ、銀太さん今ですか、それ言うのあと10分後じゃダメだったですか銀太さん、今日本人のこと、日本人のことお話しして今ですか銀太さん、あと10分待てなかったですか銀太さん、今なんですね、あ、そうなんですね銀太さん、今なんだと思って、相変わらずはっちゃけてるぜ、気まじすぐ口に出ちゃうんだから、今なんですね銀太さん、何も変わってなかったわ、最高だった、やっぱりあいつは天才で、どこでも明太子、明太子、いや、なんか明太子の話しようけど、いや、ちょっと銀太の話になるっちゃうけど、今日それこそ成田空港から行ったっちゃうけど、だから明日 BTS のライブやけん、日本からめっちゃ行っとって、韓国に超並んどったわけよね、国際線のカウンターが、チェックインカウンターめっちゃ混んどって並んどったっちゃけど、コンビニでなんか飯でも買いに行こうって言って、わーって買い寄って、並んどう待ち時間に食おうって言って、そう食い寄ったっちゃけど、パッて見たら銀太が明太子2本持っとったっちゃうね、俺初めて見た、立ちで明太子を選ぶやついるんだと思って、基本やっぱ並んどときおにぎりとかさ、パンとか、わかるサクッと食えるやつ行くやん、銀太コンビニのからし明太子持ってると思ってでからし明太子手で食いよって、おうまそうやけどちょうだいって言って、でパクパクって食ったんだけど、まあ、待ってみたら銀太自分のキャリーケースにでっかい明太子こぼしとって、お前明太子置いてるよバッグの上にって言って、お前お腹すいたら食べれるねって言って、韓国持っていけるかなって言って、その明太子、お前のキャリーケースの上にちょっと置いてある明太子はそれっつって、そう明太子食うてたわあいつ、可愛いやつやった今日やっぱ明太子うまいからな、最高だよな明太子、マジで美味しい、俺も結構たまに買うっちゃんね、明太キャリーしてたマジですげえ良かったわ、俺もでも結構買う、あ、ガードマンス戦闘中出るみたいな、お見たぞあれツイッター流れてきて、すげえよな、でもすげえ緊張してなかっためちゃくちゃ緊張してたよな、死ぬほど緊張してるやん、あ、明太子うまいよな、わかる、確かに明太子も空飛べた、それさ韓国着いてからさ自分のサンダルをねパッて見たっちゃう、自分のサンダルペッて見たら明太子のかけらみたいなの乗っとって、ああ密輸しちゃった、明太子密輸しちゃったと思って、銀太が俺のサンダルの上に明太子置いとったけ、ああって密輸しちゃった明太子、どうしよう、うまかったマジで、サンダルの上に置いてあった俺の、許せない